あ、じゃあ、産総研の新海と申します。今日はバリアントコーリング1ということで、がんゲノムの解析パイプラインの話をさせていただきたいと思います。で、まあ、で去年とやってる発表内容ほとんど一緒なんですけど、まあ、実はどうでもいい話で、組織名がちょっとだけなんか人工知能研究センターというところに変わりました。やってることは結局バイオインフォ系の仕事なんですけど、まあ、人工知能のその波が来てるのかなというのをひしひしと感じております。で、お詫びなんですけど、まあ、恥ずかしながら今実装中で、かつその、ウェットの方向けのなんか説明になってるので、ドライの方は聞いてたら、まあ、当たり前すぎる話も多いのかなと思うんですが、まあ、そのあたりご了承いただければと思います。で、まあ、そもそもその解析パイプラインって何なんだろうっていう話なんですけど、まあ、イルミナのシーケンサーとかからなんかランをしてデータが出てきたときに、まあ、そのデータを何らかの処理をして、よくその業者さんにそのなんかデータを投げるなんて、あると思うんですけど、そういった投げたデータをまあ、Excel とかなんかで整理されたきれいな形で受け取るとは思うんですけど、その間は何をやってるんだろうというあたりのお話です。で、まあ、その実際は、その、これある論文から引っ張ってきた図なんですけど、まあ、これだけいろんなパンパカパンパカ作業があって、まあ、最初にラボから出てきてラボに帰ってくるまでに随分手間がかかっていると。でその中の特にそれでも今日話すのはその中のごく一部で、その全体ってすごくややこしくて、まあ、量もいっぱいあるというかそんな感じです。で、まあ、そのギャラクシーをそのどのように利用しているかっていうことなんですけど、まあそもそも産総研でまあマッピングツールって要はラストなんですけど、それがあった時にまあちょっとラストをその他の既存のツールとその比較してその評価したいということで、まあその既存のパイプラインとその組み合わせてちょっと性能を見たいなというのがありまして、それでその加藤さん DNA 研究所の小原先生よりそのご提供いただきましたそのがんゲノムの解析フローにまあ導入して、それで他の今までのものと比較したいというようなことを考えていますやっているというところでございます。それでまあついでにもこれまあギャラクシー化することによってそのまあパイプラインをその可視化してまた配布用以下にすることによって利便性を高めてまあ開発結果の社会への還元を目指すというようなお題目でやっております。でまあ結局そのまあ話はどうあれですね、具体的にやりたいのは結局そのノーマルの細胞とまあテューマーの、データをまあ例えばそのまあ実際にその先生臨床の先生がまあ手術中に例えばそのまあ細胞を2つ取ってきたときにそのテューマーのみにあるそのソマティック変異をコールしたいということで、まあノーマルとテューマーのそのデータがあったときにこれをまあマッピングでレファレンスに貼り付けて、さらにこのそのリアライメントとまあデータの調整を行って、さらに2つのデータを比較してその変異をコールして、その変異をリストをまあさっきの Excel みたいなその綺麗な図でなんか受け取りたいなと、そういった流れになっています。でまあこれ実際のそのピタゴラの中身にあるやつなんですけど、まあ、最初にまあファストキーをそのバンファイルにするということで、まあ、リードリファレンスに貼り付けるというのはこのあたりの部品で、さらにその後のファイル形式を結局まあそれぞれのツールで扱っている形式が違ったりするので、その変換をするということをやっています。で、これがその実際のゲノムビューは IGV で見たときなんですけど、まあ、貼り付けにリファレンスゲノムがあって、まあ、マッピングの貼り付いたリードがあって、まあ、処理をするとこんなふうにペタペタ貼り付いているのが実際にわかるなと。で、さらにこの後、まあ、実はこのままでは使えなくて、リキャブリレーションという処理が必要で、まあ、その後でちょっとガチャガチャってまた入り組んだ図が、これもまた、そのピタゴラの中身なんですが、その時に、まあ、まずその GATK でインデルによるミスマッチを修正して、さらにその、重複リードをそのピカードというツールで削除して、さらにその結果をもう一回クオリティ、延期クオリティを再計算ということをやっておりまして、で、まあ、その、インデルリアライナーの部分はそのまあ結局 GATK の図を公式の図を引っ張ってきたのに一番ずっと言ってればよかったので持ってきちゃったんですけど、まあこんなふうにその個々のリードだけを見てそのまああのレファレンスにペタペタ貼り付けてるとちょっとズレが生じることがあって、その時に複数のリードごとを確認することでまあここにインデルがあるなということが分かって、それをよっては揃えることができるということをやっています。でさらにその後にその重複リードの削除って、これ実際に私が処理している図のごく一部引っ張ってきたんですけど、まあ、ゲノムビューアーにペタペタ貼り付けると、これだけの積み上がっているように見えるんですけど、実はその、ここの一部はその重複しているリードで、そのもう、実際のその、ゲノムのデータではなく、その後の処理で出てきてしまったものということで、これをまあ、
まあ、ソフトウェアで処理するときれいに削除して扱えるようになると。でこうやって扱う出てきたものをその2つ の, そのノーマルとテューマーの2つのデータをこれの入力を、まあ、ピタゴラ上で見ると入力の2ファイルをさらにまたノーマルとテューマーを比較してテューマーのみにアストマティックな変異をコールして、まあ、でその結果はちょっとまあ見づらいのでそれをまたファイル変換によって見やすくするということをやっています。で、まあ、これが実際にその、まあ、ゲノムビューアーで貼り付けた時の図なんですけど、で変異されたコール、ここにまあソマティック変異があるよという表示が出てるんですが、この時にノーマルには何もなくて、そのテューマーにそのちょっとだけバリアントが混じってたので、まあ、ツールがここにそのバリアントがあるということを判断することができたと、そういう形になっています。でまあ、実際にやろうとしているのはその2つのツールでの性能評価なので、まあ、例えばこれ、そのある部分の、まあ、あるサンプルについてなんですけど、そのラストというマッピングツールでのみ、その変異がコールした変異が出てきたものと BWA で出てきたものの BWA のみで出てきたものがあったりして、このあたりの差異が何なのかとか、そういった方向の話をしたいなということをやっております。あ、時間がなんか随分余りそうなんですが、まあ、ワークフローの、まあ、実際の画面としては、まあ、ここにユーザーや入力が調整をしていくと、まあ、いろいろやれるということになっています。でまあ、今後の計画はとにかくすいません、まだできてないのでさっさとちゃんと作りますということと、まあ、他にもまああるんですが、まだ実装やってからという話をしたいなと思っています。すいません、なんか随分早く終わってしまいました。とりあえずそんな感じで。ありがとうございました。